おはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。今日は1月の23日月曜日、日曜日でございます。間違えました。お題はこちら。20%超暴落。チャート上ではビットコインが厳しい3つの理由について話をさせてください。今日は相場が動いてませんので、週足ーチャートの振り返りをした上で、ビットコインのね、暴落について3つの理由、チャート上の3つの理由とファンダ上の3つの理由もね、両方やっていきます。そして株にもとっても関係しますから、ぜひ皆さん最後までご覧いただければと思います。ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げ テクニカル分析チャート分析必ず毎朝7時目標を4時ハマでに動画で投稿していきます皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルになるのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは早速日経平均株価から1週間の振り返りしていきましょう先週末比2.14%の下落ということです全ての移動平均線の下にいて特にこの三角持ち合いを下にブレイクしてしまった非常にネガティブな状態であるというふうにご認識ください コロナの新規感染者数確認しておきましょう。おとといが4万9000人に対しまして、昨日は5万4000人ということで増加傾向がまだ続いております。トピックス見ていきます。先週末比2.55%の下落で全ての移動平均線の下に潜ってきてしまいました。トピックスもネガティブですね。 業種別変化率見ていきたいと思います。空運その他陸運、こういったところが上がっておりますが、海運鉄鋼などの暴落が見られます。えー、これはですね、バリュー株が今まで変われてきたんですが、この流れもなんかね、収まってしまって、非常に不安定な展開ですよね。マザーズ、先週末比3.79%の下落ということで、まだこのマザーズの下落がね、止まらないというのも非常にネガティブな材料になっております。それ以上にですね、アメリカ株が崩れてるっていうのは大きいですよね。ニューヨークダウ先週末比4.7% 5.58%の下落で、52周線の下にまで、すべての移動平均線の下に潜ってきたということですし、S&P の下落率もっと大きいです、5.68%、救いは52周線よりはまだ上にいるというところですが、26周をこんなに明確に割るのは初めてということになります、NASAC に関しましては、52周線すら割り込むほど大きな下落、7.55%の下落、小型株のラッセル2000、8.07%ということで、非常にアメリカ株が不安定であるということは、ごぜひご認識ください。為替 ディィテ確認しておきます今日は土日も動いているサンデーダウという指数もあた入れているんですが、これがですね、土日の間もネガティブに触れているってことがわかるかと思います。日経先物は土曜日の朝時点ですから372円。もうちょっとネガティブに触れる可能性があるんだぞというところはぜひ合わせて押さえておいてください、えー。今朝暗号資産動いております。暗号資産はですね、また今朝も大きく下がってるんですね。なんで今日は ビットコインの話をさせていただきたいかなと思います。では見ていきましょう。ビットコインが週間で20%超の暴落チャート上では厳しいと思う3つの理由について話をさせてください。ビットコイン週間で19.34%イーサリアムに関しましては29.05%非常に大きく下がっていて、すべての移動平均線、これ週足のね13週26週52週ですけどもすべての移動平均線をあり込んでおります。で、今回暴落を引き起こした3つの理由はということでコインテレグラフというサイトの中ではこの3つの影響が大きいんじゃないかということで仮説が立っておりました。 FRB によるインフレ対策。まあ、中央銀行の動きですよね。そして株式相場との相関関係。ロシア中銀との仮想通貨禁止。えー、この影響が大きいんではないかということですよね。えー、これビットコインと金利の比較を出していて、要は金利と逆相関するんだったら、えー、これは仮説は、まあまあまあ、間違いじゃないかなというところで出してます。で、特に FRB による影響が大きいということは、おそらく短期金利の方が相関係数がマイナスに触れるんじゃないかなっていうふうに仮説を立てたんですが、どちらかというと やっぱ2年金利の逆相関係数が高かった。 下に触れているってことだったので、まあおそらく金利との関係っていうのはね、大きい。FRB によるインフレ対策による影響は大きいんだろうなってことが分かると思います。そしてまあ株も下がってるわけですが、株との相関関係が高いということで見ると、これナスダックと S&P どっちが相関係数高いかなということで見ると、上がナスダックなんですが、ナスダックの方がね、相関係数とっても高いですから、ナスダックが下がるとビットコインも下がりやすいみたいなね。まあ、そんな関係はきっとあるんだろうなと。FRB がインフレをやるとナスダック下がりやすいし、株が下がるとビットコインも下がりやすい。 っていうところは確かに見えそうだということですね。そして3つ目、ロシアの影響は大きいんですかってことなんですけども、これ、採掘活動のシェアで見るとですね、採掘活動が止まるとビットコインの価格って下がりやすいんですが、現在カザフスタンもね、一時停電が起きて18、18%シェアを持ってるカザフスタンが止まっちゃってビットコインが下がるみたいなことが起こっていたわけですが、今回ロシアも仮想通貨禁止になっちゃうと、もともとロシアもね、3番目、11%もシェアを持ってるここが止まるということになると、まあそれは結構大きいよねっていうことで、価格がより下がりやすい状況 にはなっているということにはなっています。でも、そう考えるとアメリカのシェアが一気にまた増えちゃうのかな。なんていう気もしてるんですが、まあ、それは一体どうなんだろうという気もしております。で、チャート上の3つの理由、ちょっと見ていきましょう。まずビットコインね。日足で見た時に確実に下降チャンネル下降トレンドですよね。っていうのが1つ目のポイントです。2つ目えー、ちょっと長期で見て、コロナ後の安値からこの,後の高値で見た時のフィボナッチを出してますけども50%押しを達成してしまっています。半値押しは前年推しなっていうテクニカルの格言がありますから。最悪のリスクは？ 4万円前後までで下がるる可能性はあとということですただ、テクニカルは絶対ではないですからね。過去にもですね、ここで高値を取り直した時に50%押し達成したもののもう一度高値を超えてきたってこともありますから、まあ、過度にここを警戒する必要はないかなと思います。とはいえですよ、ただ、中期的なこの上昇チャンネルを割り込んでいたりとか、MACD もゼロライン割り込んでますから、まあ、こういったところはね、やはりもう少し下落するんだっていうことは警戒しておいた方がいいかなと思います。で、その時の次の目安となるのはやっぱり61%。 水準万万円円もしくは前回安値がいぐらいこの辺は重なってますので、320から325っていうのは一つの目安にはなりそうだということで押さえておいてください。ただ絶対ここで止まるというわけではないので、何を待つかというと、大底のサインであるとか、例えばマック D のね、えー、この0ラインから今0ライン割ってきてますから、0ラインから上向きに変わって0を超えてくるとかね、ゴールデンクロスが起こるとか、週足レベルでそれぐらいまで待った方が安全かなというふうには思います。えー ビットコイン非常に今ボラテリィティ激しいですからね大きな金額を突っ込むこともリスクですし大底を確認せずにお金を投じることも非常にリスキーだと思いますのでこの辺は要注意をしながらそして株との相関係数も高いということですからビットコインの下落が株の下落を引き起こす可能性もありますからビットコイン市場についてもぜひ合わせてご覧いただければと思いますでは2の動画のまとめですビットコインが週間約20%を下落チャート上ではかなり厳しいのではということで話をさせていただきました FRB ののの引き締め株の下落ロシアの通過 仮想通貨禁止ががが重なって仮想通貨の下落暴落暴起きた可能性が高いいと思いますアメリカの独占状態になっちゃうのって、これはちょっとね、議論分かれるところだと思いますので、えー、僕は避けたいと思います、えー。コロナ後の半年押しを達成しました。最悪の前年押し44万円ぐらいまで下がるリスクは、テクニカル上は確かにありますが、以前もね、えー、達成してさらに高値を超えてきたってこともありますから、ひとまず直近の目安61.8%前後は320万円から325万円前後を目安にして、しっかりと底打ちや反転、マック D を一つ今日は連打します。 けどね、こういったところを確認した上えでお金を投じる方は検討してみてくださいそしてこういうことを確認していくことが株式市場にも影響を与えていきますから是非ビットコイン相場についても調べておいてください では、週刊のの一も金工表プラス MacD 使ってみていきたいと思います。はい。まずは日経平均株価です。現状、雲の中にいるということですので、注目は地高スパンですね。ここが下に完全に抜けてしまうと、売りサインということになります。そして、雲を割ってくると、非常に悪いというサインになりますので、ここに注目をしておいてください。MacD に関しましては、今ね、下の方にこう、触れてしまっているので、非常にネガティブな状態です。トピックス見ていきましょう。トピックスは、雲がね、ちょうど支えになるかどうか、そして、地高スパンもほぼ同じ位置にいますよね。なんで、ここが割り込んでくるかどうか注目をしてください。マック まだプラス圏にいますので、これがマイナスになるとネガティブってもいくでしょうね。まずは見ていきましょう。まずはもうどうしようもないって感じですね。まあ、どっかで反転の兆しを見つけていくしかないかなというふうに思いますが、ひとまず雲がねじれているのでそ、そ反転してほしいなという願うばかりでございます。ニューヨークダウン見ていきましょう。ニューヨークダウンに関しましては、地高スパンが割れちゃってるんですね。売りサインとしては非常に強烈だと思いますし、えー、割り込んでくるとこれダブルトップみたいにもなりますしね。雲が支えになってくれない場合には、雲の加減程度までの下落は警戒しておいた方がいいと思います。 S&P ですね。S&P はこのチコスパンを攻めて維持してほしいですけどね、なかなか厳しいかな、どうかなという感じです。MacD も下向きですので、その場合には雲がサポートになるかどうかにご注目ください。ナスタック、ナスタックに関しましては雲の中まで入ってきてます。チコスパンは完全に割り込んでおりますので、雲の加減程度まではね、少し見ておいた方がいいかなと思います。最後、ラッセルですね。ラッセルも雲のもう本当に下の方まで来ちゃいましたね。なんで、とりあえずこの雲の加減で止まるか止まらないかっていうところだけは確認をしておいてください。よろしくお願いいたします。 では、今日の動画のまとめです。週間日米株大きく下落し、特にナスタック中心、まあ、小型株中心なのかもしれませんね。えー、なんですが、非常に大きく下落をしております。ビットコインも週間約20%超の下落の時間帯もありました。アメリカの金融政策や株の下落、ロシアの仮想通貨禁止などが重なりまして、暴落という形になっております。前年押しリスク44万円というね、リスクも警戒しつつですが、61%、61.8%押し、320、325万円ぐらい。えー、この辺が直近の目安にはなるかなと思います。 ただし、王族をしっかりと確認してからの投資を検討するであるとか、まあ、流れをね、確認するっていうことをぜひお勧めさせてください。えー、日経平均株価、一目均衡表、週足ベースでの地高スパン割れは新たな売りサインとなりますので、警戒はしておいてください。ナスダックのマーク c d のゼロライン割れっていうのはね、非常にネガティブなサインになり得ますので、もし起こった場合にはより警戒をつかめていきましょう。では今日もお知らせを入れさせてください。個別メガロとことん分析するマガジン配信中です。1月21日分はチェンジを分析して、 ししまえし、チェンジといえばですね、グロースカバー今売られるんじゃないのなんていう風に言われてますが、2020年の9月からずーっと売られ続けているチェンジですから、さすがにもう PR 高すぎない状態になってきてる。もう20倍ぐらいなんですよね。えー、なんで、そろそろなんじゃないかっていう分析をしております。いろいろね、深い分析になってますので、こちらの QR コードや概要欄のリンクからぜひチェックをしてみてください。またこういった内容をですね、Twitter や VOICY なんかで配信を続けております。ぜひこちらも一度チェックをしてみてください。よろしくお願いします。ということで今日は こんな感じで終わっていきましょう。非常にですね、株式市場、あとはもう他の市場も含めて全てが不安定に今なってきてますのでえ、非常に重要な局面に入ってきてます。ただ、ここでの学びは本当に大きいと思いますので、ぜひ一緒に毎日考えていきましょう。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタン、また明日以降もね、えテクニカル分析続けていきますえ。皆さんと一緒に株を考えていきたいので、ぜひ考えていただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。